まあ、ゆうてもゲストですからね。じゃあ引っ張っていただきたいなって。じゃあ引っ張っていくってことで、ちょっとさ、話を聞きたいんだけど、この間、ツアーが、終わったね。なってきましたね。お疲れ様でした。みんなどうだった？なんか今回みんなで一緒にじゃなくて、うん、その会場ごとにメンバーが変わってったでしょ、少しずつ、はい、うん、だからどうだった？二人とも。そうだね、まあ、うん、アズミなんてね、結構終わったからもう2ヶ月ぐらい経ってる、うん、そうだね、8月に、うん、あの横浜でやらせていただいたのが最後だったんですけど、うん、その横浜の会がリーダーもやらせていただいて、ね、なかなかやっぱりあの普段こう中心に立ってこうっていうことってあんまり実はなかったりもするので、ちょっとドキドキしてたんですけど、長谷川あっこちゃんと2人でリーダーやらせてもらって、うん、もういろんなことを話し合いながら楽しくできたので、うん、なんか濃密でしたね、ツアーやってる時間って。そう、やっぱりどこかでずっとアイドルマスターのことを考えていたし、うん、音楽もずっとそれを聞いていたし、それも聞かなきゃじゃなくて、うん、聞きたいなって思って聞けてたっていうのがすごく濃密だったので、うん、なんか終わってから2ヶ月近く経ってるんですけど、うん、でもなんかそんな昔感がないというか、本当に、うん、じゃあつい昨日のように、そうだね、ごめんちょっと持った持ったステージの無茶ぶりが思い出されるということだったね。あ、あれ可愛かったね。ちょっと見てないんですけど、何だっけ、の子になんか質問されたんだっけ。そうそうそう、大阪の時もやったじゃん、あれをね。そうだよね、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ちょっと思い出せなくなっちゃった。いや、覚えてるよね、覚えてるよね。やっぱ2ヶ月って遠いね。そうそうそう、やろうよ、やろうよじゃないですよ。なんだっけ、すっごいかわいいアイドルの立ち居る前だっけ。そう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 、アイドルの子が初恋の人にプロポーズするとか、そんなんだったっけ。そんな、そんなわけ。でもそんな気もしてきたから、それにしよっか。そうか、じゃあそれお願いします。お願いします。3、2、1、9。もう、私から言わせるなんて、何年経っても変わらないんだから。私は、ずっとずっと、君だけのこと、好きだったんだよ。すごい、早く笑いすぎだよ。まだ笑ってないの。だから、責任取って、結婚しなさいよ。ちょっと早すぎて。ごめんごめんごめん。私面白くて。いや、私も面白かった。複雑面白くて。やっぱさすがあずみちゃんだね。早かった。でも、あれですよね。なんか双子の幼馴染で一人の男の子取り合ってたりとかしてましたよね。いや、そうなんですよ、実はね。すごい可愛いね。ちょっと、まやこ、久しぶりじゃないの。何よ、あずみ。竹下くんのこと、まだ好きなの？そんなの好きに決まってるじゃん。あんたこそもう好きじゃなくなったんじゃないの？私は、今でも、竹下くんのこと思い出して原宿に通ってるんだから。私だって毎日通ってるのに、なんで。もう早く忘れてよ。あれを着なさい、ゴスロリ衣装よ。さ、今日からあなたもタケノコ、タケノコ族ってこれ違うかね。タケノコ族って多分さ、ゴスロリじゃないか。違うか。ちょっと年細かしすぎよ。細かすぎちゃったか。もうね、70年前のことだから、もう忘れちゃいました。じゃあ、ごめんなさいよ。無茶ぶりとかも、そうだよ。